一抱に余る柱を立て並べて作った大家の奥深い広間に一見四方の炉を切らせて炭火が起こしてある。その向こうに人根を三枚重ねて敷いて三照太夫はお島好きに持たれている。左右には二郎三郎の二人の息子が狛犬のように並んでいる。元太夫には三人の男子があったが、太郎は 16歳の時、逃亡を加え立てて捕らえられたヤッコに、父が手図から夜勤をするのをじっと見ていて、一言も物を言わずに、ふいと家を出て行方が知れなくなった。今から19年前のことである。ヤッコ頭がアンジュ王を連れて前へ出た。そして、二人の子供に、辞儀をせえと言った。 二人の子供は、ヤッコ頭の言葉が耳に入らぬらしく、ただ目を見張って太夫を見ている。今年六十歳になる太夫の、朱を塗ったような顔は、額が広く顎が張って、髪も髭も銀色に光っている。子供らは、恐ろしいよりは不思議がって、じっとその顔を見ているのである。 左右は言った。凍てきた子供はそれかいつも買うやっこと違うて何に使うてよいかわからぬ。珍しい子供じゃと言うからわざわざ連れてこさせてみれば、顔の青ざめたかぼそいわらわどもじゃ。何に使うてよいかはわしにもわからぬ。そばからサブロが口を出した。 末の弟であるが、もう三十になっている。いや、お父さん。さっきから見ていれば、辞儀をせいと言われても辞儀をせぬ。他のやっのように名乗りもせぬ。弱々しゅう見えてもしぶとい者どもじゃ。方向じめは男がしばかり、女がしよくみと決まっている。その通りにさせなされい。おっしゃる通り、名は私にも申しませぬ。 やっ頭がが言った。太夫は嘲笑った。愚か者と見える。名はわしがつけてやる。姉は板たつきをしのぶ草。弟は我が名を忘れ草じゃ。しのぶ草は浜へ行って、日に三賀の塩をくめ。忘れ草は山へ行って、日に三賀の芝をかれ。弱々しい体に免じて、身を軽うして取らせる。 三郎が言った。花分のいたわりようじゃ、こりゃヤッコガシラ、早く連れて下がって道具を渡してやれ。ヤッコガシラは二人の子供を新山小屋に連れて行って、アンには桶と火炭を、ズシオにはかごと鎌を渡した。どちらにも昼毛を入れる枯れ池が添えてある。新山小屋は。 他のぬひの居所とは別になっているのである。ヤがし頭が出ていく頃には、もう辺りが暗くなった。この家には明かりもない。翌日の朝は、ひどく寒かった。夕べは、小屋に備えてある襖があまり汚いので、厨子王がコモを探してきて、 船でトマを数いたように、二人で数いて寝たのである。昨日、ヤッコ頭に教えられたように、寿司王はカレイ系を持って、クリアへカレイを受け取りに行った。屋根の上、地に散らばった藁の上には、霜が降っている。クリアは大きい土間で、もう大勢のヌヒが来て待っている。男と女とは受け取る場所が違うのに、 寿司王は姉のと自分のともらおうとするので一度は叱られたが、明日からは命名がもらいに来ると誓って、ようよう枯れ池の他に、面通に入れたカタカユと木のまりに入れたユとの二人前をも受け取った。カタカユは塩を入れてかしいである。姉と弟とは朝毛を食べながら、もうこうした身の上になっては、 運命のもとにうなじをかがめるより他はないと、けなげにも相談した。そして、姉は浜辺へ、弟は山地をさしてゆくのである。左右が、屋敷の三の木戸、二の木戸、一の木戸を一緒に出て、二人は下を踏んで、見返りがちに左右へ分かれた。図仕王が登る山が、 ゆらがたけの裾で、石浦からは少し南へ行って登るのである。芝を刈るところは、ふもとから遠くはない。ところどころ、紫色の岩の現れているところを通って、やや広い平地に出る。そこに雑木が茂っているのである。寿司王は、雑木林の中に立って、辺りを見回した。しかし、 芝はどうして狩るものかと、しばらくは手をつけかねて、朝日に霜の溶きかかる、しとねのような落ち葉の上に、ぼんやり座って時を過ごした。洋々気を取り直して、一枝二枝狩るうちに、寿司王は指を痛めた。そこでまた、落ち葉の上に座って、山でさえこんなに寒い、浜辺に行った姉様は、 さぞ潮風が寒かろうと一人涙をこぼしていた。日がよほど昇ってから芝を背負ってふもとへ降りる他の木こりが通りかかって、お前も太陽のところのやっこか芝は日に何が刈るのかと問った。日に三が刈るはずの芝をまだ少しも刈りませぬ。と寿司王は正直に言った。 木に三河の芝ならば、昼までに二か刈るがよい。芝はこうして刈るものじゃ。ひこりは我がにをおろしておいて、すぐに一か刈ってくれた。寿司王は気を取り直して、ようよう昼までに一か刈り、昼からまた一か刈った。浜辺に行く姉の安樹は、川の岸を鍛え行 さて、塩を組む場所に降り立ったが、これも塩の組み用を知らない。心で心を励まして、ようようひさごを下ろすや否や、波がひさごを取っていった。隣で組んでいる女子が、手早くひさごを拾って戻した。そして、こう言った。塩はそれでは組まれません。どれ、組み用を教えてあげよう。 メテのひさごでこうくんで、ゆんでのおけでこううける。とうとう一家くんでくれた。ありがとうございます。くみようがあなたのおかげでわかったようでございます。自分で少しくんでみましょう。アンジュは潮をくみ覚えた。隣でくんでいるおなごに無邪気なアンジュが気に入った。ふたりは、 昼毛を食べながら身の上を打ち明けて、兄弟の誓いをした。これは伊勢の小萩といって、二見ヶ浦から飼われてきた女子である。最初の日はこんな具合に、姉が言いつけられたサンガの塩も、弟が言いつけられたサンガの芝も、一家ずつの肝心を受けて、日の暮れまでに守備よく整った。 姉は塩を汲み、弟は芝を買って、一日一日と暮らしていった。姉は浜で弟を思い、弟は山で姉を思い、日の暮れを待って小屋に帰れば、二人は手を取り合って、つくしにいる父が恋しい、佐渡にいる母が恋しいと、言っては泣き、泣いては言う。途覚するうちに、十日たった。 そして、新山小屋を開けなくてはならぬ時が来た。小屋を開ければ、やっこはやっこ、はしためははしための組に入るのである。二人は、死んでも別れぬと言った。やっコ頭が太夫に訴えた。太夫は言った。たわけた話じゃ。やっこはやっこの組へ引きずっていけ。 はしためははしための組へ引きずってゆけ。やっこ柱が受けたまわって立とうとしたとき、二郎が傍らから呼び止めた。そして父に言った。おっしゃる通りに、わらべどもを引き分けさせてもよろしゅうございますが、わらべどもは死んでも別れぬと申すそうでございます。愚かなものゆえ、死ぬるかもしれません。カルシバはわずかでも、 組潮はいささかでも、人手を減らすのは損でございます。私がいいように計らってやりましょう。それもそうか。損になることはわしも嫌いじゃ。どうにでも勝手にしておけ。太夫はこう言って脇へ向いた。二郎は三の木戸に小屋をかけさせて、姉と弟とを一緒に置いた。 ある日の暮れに、二人の子供はいつものように父母のことを言っていた。それを二郎が通りかかって聞いた。二郎は屋敷を見回って、強い奴子が弱い奴子を強いたげたり、いさかいをしたり、盗みをしたりするのを取り締まっているのである。二郎は部屋に入って二人に言った。父母は恋しゅうても佐渡は遠い。 つくしはそれよりまた遠い。子供の行かれるところではない。父母に会いたいなら、応急なる日を待つがよい。こう言って出て行った。ほど経てまたある日の暮れに、二人の子供は父母のことを言っていた。それを今度はサブロが通りかかって聞いた。サブロは寝取りを取ることが好きで、 屋敷のうちの子立ち子立ちを手に弓矢を持って見回るのである。二人は父母のことを言うたびに、どうしようか、こうしようかと、相いたさのあまりにあらゆる手立てを話し合って、夢のような相談をもする。今日は姉がこう言った。大きくなってからでなくては遠い旅ができないというのは、 それは当たり前のことよ。私たちはそのできないことがしたいのだわ。だが、私よく思ってみると、どうしても二人一緒にここを逃げ出してはダメなの。私には構わないで、お前一人で逃げなくては。そして、先へつくしの方へ行って、お父様にお目にかかって、どうしたらいいか伺うのだね。それから、 佐渡へお母様のお迎えに行くがいいわ。サブロが立ち聞きをしたのは、あいにく、このアンジュの言葉であった。サブロは弓矢を持って、つと小屋のちに入った。こら、お主たちは逃げる団子をしておるな。逃亡のくわ立てをした者には夜勤をする。それが、この屋敷の掟てじゃ。あこうなった鉄は熱いぞよ。 二人の子供は真っ青になった。アンジュはサブローが前に進み出て行った。あれは嘘でございます。弟が一人で逃げたって、まあどこまで行かれましょう。あまり親に会いたいのであんなことを申しました。こないだも弟と一緒に鳥になって飛んで行こうと申したこともございます。出放題でございます。 寿司王は言った。姉さんの言う通りです。いつでも二人で今のような、できないことばかし言って、父母の恋しいのを紛らしているのです。サブローは二人の顔を見比べて、しばらくの間黙っていた。ふん、嘘なら嘘でもいい。お主たちが一緒におって、何の話をするということを、 俺が確かに聞いておいたぞ。こう言ってサブロウは出て行った。その晩は二人が気味悪く思いながら寝た。それからどれだけ寝たかわからない。二人はふと物音を聞きつけて目を覚ました。今の小屋に来てからは灯火を置くことが許されている。その かすかな明かりで見れば、枕元にサブロが立っている。サブロは、つと寄って、両手で二人の手を捕まえる。そして、引き立てて戸口を出る。青ざめた月を仰ぎながら、二人は、目見えの時に通った、広い目道を引かれてゆく。橋を三段登る。細殿を通る。巡り巡って、 先の日に見た広間に入る。そこには大勢の人が黙って並んでいる。サブロウは二人を炭火の真っ赤に起こった炉の前まで引きずって出る。二人は小屋で引き立てられた時から、ただ、ごめんなさいごめんなさいと言っていたが、サブロウは黙って引きずっていくので、しまいには二人も黙ってしまった。 炉の向かい側には、しとね三枚を重ねて敷いて、三照太夫が座っている。太夫の明ら顔が、座の右左に焚いてある縦明かしを照り返して、燃えるようである。サブロは、炭火の中から赤く焼けている火箸を抜き出す。それを手に持って、しばらく見ている。はじめ、 透き通るように赤くなっていた鉄が次第に黒ずんでくる。そこでサブロはアンジュを引き寄せて火箸を顔に当てようとする。ズシオはその肘に絡みつく。サブロはそれを着倒して右の膝に敷く。とうとう火箸をアンジュの額に十文字に当てる。アンジュの悲鳴が一座の沈黙を破って、 響き渡る。サブロは、アンジュを突き放して、膝の下のズシオを引き起こし、その額にも、火箸を十文字に当てる。新たに響くズシオの鳴き声が、ややかすかになった姉の声に混じる。サブロは火箸を捨てて、はじめ二人をこの広間へ連れてきた時のように、また二人の手を捕まえる。そして、 一座を見渡した後、広いおも屋を回って、二人を三段の橋のところまで引き出し、凍った土の上に突き落とす。二人の子供は、傷の痛みと心の恐れとに気を失いそうになるのを、ようよう耐えしのんで、どこをどう歩いたともなく、三の木戸の小屋に帰る。伏戸のところに倒れた二人は、 しばらく死骸のように動かずにいたが、たちまち寿司王が、姉さん、早くお地蔵様を、と叫んだ。安住はすぐに起き直って、肌の守り袋を取り出した。罠なく手に紐を解いて、袋から出した仏像を枕元に据えた。二人は、右左にぬかづいた。その時、 歯を食いしばってもこらえられぬ額の痛みがかき消すようにうせた。手のひらで額を撫でてみれば傷は後もなくなった。はっと思って二人は目を覚ました。二人の子供は起き直って夢の話をした。同じ夢を同じ時に見たのである。アンジュは守り本尊を取り出して、 夢で据えたと同じように枕元に据えた。二人はそれを不死拝んで、かすかな灯火の明かりに透かして地蔵村の額を見た。逆号の右左に、タガネで掘ったような十文字の傷が鮮やかに見えた。